い、こんにちは、レトスの小野です。4月2日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。昨日はこれまでの勉強の成果を検証する、これについてお伝えいたしました。そのために一度解いたことのない過去問や予想模試、なので現在の点数を確認するということを昨日お伝えいたしました。で、今回はその次に行うことですね。目標の点数を見える化することです。漠然と本試験で合格点が取れたらいいなと適当に考えていたら、これ合格できません。明確な目標設定を科目ごとにしておきましょう。例えば権利関係8点、法令上の制限6点、税その他6点、宅建業法18点、これで合計すると38点、5点免除の方は33点。まあ、これぐらいを目標にするっていうのも一つです。あまりにも高すぎる目標点って良くないんですけれども、38点ぐらいであれば目標点数としては妥当です。これからは宅建試験の当日までやるべきことを明確にして行動していきましょう。それでは問題に入ります。 B は A に対して B 所有の土地の売買契約に関する代理権を与えた。その後 A に破産手続き開始の決定があると、 A の代理権は消滅するが、 A の代理権が消滅しても C が善意無過失であればその売買契約は有効である、丸か×かという問題です。この問題考えたい方はこの動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で、答えは丸です。 B が本人、 A は代理人、 C は相手方という状況で、代理人 A が破産手続き開始決定を受けたんですね。で、そうすると代理権は消滅します。これは破産者が代理人だと本人に損害が被る可能性があるからなんですね。まあ、本人保護を目的としています。で、それに反して代理人 A が代理権を行使した場合、相手方 C も保護しないといけないですよね。この場合、まあ、代理権消滅後の表権代理というルールなんですけれども、相手方 C が善意無過失であれば表権代理が成立して C が保護されます。で、 C が保護されるっていうことはどういうことかというと、代理人 A が行った売買契約って有効になるんですね。なので、この問題文の C が善意無過失であればその売買契約は有効である、これは丸になるということです。で、問いにですね、売買依頼を受けた宅建業者が一定事項を指定流通機構に登録しなければならないのは一般売買、専任売買、専属専任売買のどれかという問題ですね。まあ、すべて選べという話なんですけれども、答えは、専任売買と専属専任売買のこの2つですね。そして一般売買契約っていうのは指定流通機構に登録する義務はないんですね。ただし、一般売買契約であったとしても、売買契約書に指定流通機構に登録するかどうかは記載しなければいけないんですよ。つまり、指定流通機構に登録しなかったとしても、指定流通機構に登録しないっていうことを記載しなければいけないんですね。この点引っ掛けパターンなので、絶対に覚えておきましょう。で、問い3ですね。土地区画整理組合が仮勘定を指定した場合において、当該処分によって使用し、または収益することができるもののなくなった従前の宅地については、勘定処分の公告がある日までは、当該宅地の損する市町村がこれを管理する。丸か×かという問題です。答えは×ですね。仮勘定の指定により使用収益することができるものがなくなった従前の宅地っていうのは誰が管理するかというと、施工者が管理するんですね。仮勘定の指定の効力の発生日から勘定処分の公告がある日までは施工者が管理します。今回の問題で言うと、土地区画整理組合が施工者なので、この土地区画整理組合が管理するわけです。市町村が管理するわけではありませんので、×になるということです。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご確認ください。